ついにプロ野球ファンの待ちに待ったペナントレースが始まりました。12チームによる日本一を目指す戦い、今日から始まっています。広島東洋カープはここマツダスタジアムにドラゴンズを迎えての開幕戦となります。残念ながらカープ敗れてしまいました。里崎さん、これから8回ジャイアンツの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号16岩崎が2番手としてマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。夢、引っ張った、高い打球レフトへ、レフト掴んでワンアウト。打ちました、おっとこれを掴んだ、アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。これが4球目。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。取ってスリーアウトです。